いわゆるプレミアムコンパクトの先駆けとなったモデル、まあそういうふうに表現していいと思います。アウディ A3 が新型に生まれ変わりました。通算4世代目のモデルとなりますね。こちら2021年5月に、発表されました。今乗ってるのはその中での A3 スポーツバッグの、導入のね、記念モデルと言っていいんでしょうね。ファーストエディションというグレードです。まあ、今でこそね、このセグメント、まあ、ドイツ車で言えばね、メルセデス・ベンツ A クラス、そして BMW 1シリーズありますけども、まあ、アウディはねここに入ってくるの早かったですよね。まあ97年でしたか、A3 ね登場しました。そしてまあ実は当初はね2ドアだったんですよね。2ドア3ドアですかね。はい。でまあこのスポーツバッグというのが2世代目で登場して、その時にねまあシングルフレームグリルも途中から使われてきて、まあなんかこう人気がバンと弾けたというような、変遷があってですね、まあ、その後3世代目が実は8年間という長いモデルライフで売られていて、まあ、ようやくね4世代目になりました。まあね、改めての、説明ね必要ないかもしれませんが、A3 はねフォルクスワーゲンゴルフとプラットフォームアーキテクチャを、まあ、共有しているモデルです。で、まあ、発売時期ねずれてたはずなんですが、日本仕様はね、まあ、なんと、ゴルフとほぼ同じ時期に登場することになりましたよね。で、日本でのゴルフも、まあ、上陸しましたので、すで、にね実は、乗っています。まあ、だからこの A3 を、評価する上ではねやっぱゴルフの印象も合わせてというかね、それと重ね合わせて比べないといけないかなという感じはしますよね。でこのファーストエディションというモデルは、今乗ってるのはね、パワーユニットパワートレーン的には、30TFSI とまあ、同じものというふうになります。 30TFSI のパワーユニットは、直列3気筒1リッターターボエンジンに7速、ストロニック、そして 48V のマイルドハイブリッドで、まあ、BSG いわゆるベルトドライブ式のスタータージェネレーターが、アシストをしてくれるということになりますよね。まあ、だから本当ゴルフ日本仕様のエントリー側のねパワートレインと全く同じということですね。スペックも一緒です。最高出力110馬力最大トルク200ニュートンメーターのエンジンに、アウディ側では数値が出てなかったかもしれないですが、基本的に最高出力13馬力最大トルク、62ニュートンメートルかなの、電気モーターでアシストという形になります。本当にねガチなんですけど、ちなみにねこの 30TFSI 一番ベーシックなモデルは310万円からとなってます。ゴルフがね292万いくらでしたから、まあ差は思ったほど大きくないですよね。まあ、この、ファーストエディションはね453万円かなと、なかなか装備が乗ってるんで高いんですけど、その間の、まあ、多分一番の売れ筋なんじゃないかと思うんですけどね、30TFSI アドバンス、こちらは、346万円かなとなりますので、ゴルフよりか2、30万円高いあたりって感じですかね。ちなみにそのベーシックな、エントリーグレードとアドバンスの間には例えば LED ヘッドライトの、まあ、中身がね、こっちの方が、まあ、こっちというかアドバンスの方が立派だし、リアも LED になってたり、タイヤサイズが16インチに対して17インチになったりとか、まあ、そういった、違いがありますと。はい、というわけでね走ってみてどうなのかというところなんですが、まあやっぱ意外と違うよねゴルフとはという印象はあります。どう違うのかというと、まずねやっぱサスペンションしなやかにつけられてて乗り心地がいいっていうのは一緒ですが、ね、基本的にいいっていうのは一緒ですが、こっちのがね例えばステアリングなんかは軽めかなという感じがしますね。フィールはすごい豊かとは言いづらいところもあるんですけども、なんかそれが警戒感になってるっていうのは、まあ、今まで通りかなというふうに思いますね。そして、まあ、ゴルフのエントリーのモデルは16インチ入ってますけど、こちらは17インチですよね。なので、まあ、正直乗り心地はちょっとタイヤがオーバーというか、特にね、まあ、これ銘柄の問題も
あるのかもしれませんけど、ちょっとゴロゴロとした感触がつきまとうのがね、まあ、気になるところではありますね。だからちょっとゴロゴロとした、乗り心地もそうだし、音とかもねちょっと入ってきちゃう感じがありますね。まあそのぐらいの差とも言えるんですけどね。ただこうなんだろうな、正直言って劇的な違いがあるというほどではないのかもしれない。特に例えばこっちがすごい静かとかということはないですよね。まあキャラが違うなという感じでしょうか。なんかねこういうワインディングなんか走っててもゴルフは本当にすごくコントローラブルで楽しい。でアウディ A3 は軽快で楽しい。なんかそういう違いがあるような気がしますね。はい、まあそんな違いもあるんですが、じゃあまあとにかく車としてどうなのかというと、まあ非常にまとまり良い車になってるなという印象があります。まあ、外観の印象なんかはね、今までの A3 の文脈にあるんですけど、ライト周りとかかなり派手ですよね。まあこれ今のアウディデザインだと思うんですけども、まあ同じようなデザインが続いた感じもあるので、ちょっと新鮮味が加わって、まあ、派手だけどね、どこから見てもなんかすごい装飾があるなとは思うんですけど、まあ、悪くないかなという感じがします。インテリアもちょっとね、例えばエントリーの A1 とかはもうダッシュボードとかハードプランになっちゃったりして、ちょっとね正直言うとがっかり感があったなと思ってますけども、この A3 に関してはね、こういうところダッシュはソフトパッドですし、スイッチ類のレイアウトも、まあ、いわゆる上質感上級感あるよなと感じます。ね、まあ、デジタルの、ね、パネルで使ってるのは、まあ、どのモデルも最近は、ね、一緒なんで、そこは、ね、それこそゴルフなんかも使ってるんで、そこまでこうトピックというほどではないと思いますけども、なんだろうな、アウディに期待する先進感みたいなもの、あとデザイン性みたいなものは今までと違う新しい解釈でね、よくできてるのかなと思いますね。個人的にはこの、メーターナセルのところのこのエアベントがね、この左右についてるようなこのデザインとか悪くないなと思いますね。インテリア見るとね、まあそう、ドアの上面はソフトパッド貼ってますけども、この辺はねそんなでもないな、硬いかな。でこうゴルフではついてた、ドアポケット内のこうラバーの、マットがね A3 のはないなとかね、細かいことを言うとすごい気になるところもある。一方で例えばボンネットなんかは開けると、ゴルフはステーを立てなきゃいけないんだけど、 A3 はダンパーついてるんですよね。そういう本当にね細かい違いがあって、まあ面白いなと思ってね乗ってるんですけども、まあ走りの味に関してはね、まあ乗り心地はちょっとさっき言った通りですけども、パワートレインはねこの3気筒ユニット、まあ悪くないですね。もちろんね踏めば3気筒っぽい音振動あるんですけど、音ですね、振動はほとんど感じない、音はまあそうだなと思うんですけど、でもねその時にはマイルドハイブリッドのモーターがねググッとこう力を貸してくれるので、なんだエンジン音がうなるみたいな感じにはならないんですね。そこを本当にねこうエンジンとモーターの協調具合はすごくよくできてるなと思います。1リッター3気筒かというと、例えばそれこそ前のモデルとかね乗ってらっしゃる方はね、なかなかちょっとと思うんじゃないかと思うんですよね。例えば 1.4 リッターの TFSI 4気筒とか乗ってらっしゃる方なんかはね、でもね乗ってみると、まあ必要にして十分な力がありますし、フィーリング的にもねなんかそんなにがっかりさせるものではないんじゃないかなというふうに、ね、思います。このあたりはまあ作り込みはよくできてますね。まあ、先進安全装備充実してますし、コネクテッド機能なんかもしっかりある。でそしてまあ何よりでもね、それより今回の A3 はその走りの部分とこのデザイン性なのかなというふうに思いますね。やっぱりね、例えば同じようにデジタル化すごく一気に進めてきたゴルフですけど、まあ、A3 に比べるとまあやっぱりこう機能というか道具というかそっちの匂いが強い。でもこのね A3 は例えばこのちっちゃいシフトセレクターとかの感じにしてもね、まあ、メーターの衣装なんかにしても、まあ、なんかねちょっと、まあ、だからプレミアムなのかというと、そこまで言い切れないですけど、なんかね、まあ、面白いもの、いいもの、新しいもの乗ってるような満足感をすごく感じさせるなというふうに思いますね。まあそれの差額がまあ例えば20万円ぐらい30万円ぐらいということになるのかなというところで、まあそれぞれの人の価値観でということになるんだと思いますけども、
まあ、今までの、ね、A3 が、培ってきたプレミアムコンパクトカーのあり方、その文脈はね、しっかり継承されてるなというふうに思います。このダウンサイジングしてたりデジタル化されてたり、まあ、デザイン変わったりはしてるんですけども、なんだろうな、立ち位置としてはブレてないぞという感じでしょうかね。ちなみにね、この A3 アウディ、ジャパンの中ではね、まあ販売の2割とかもっとそういう割合を占めるね、まあ、非常に重要なモデルで、若いユーザーにアピールして、特にねやっぱり改めて、国産車からの乗り換えとかそういうところをね取っていきたいというすごい意欲があるようです。まあそういう意味で価格もね、まあ、ゴルフとそんな大差ないじゃんと思うんだけど、まあそれもね、まあそういう戦略意欲の表れなのかなというふうに思います。まあ装備乗せていけばね、このファーストエディションみたいに高くなるんだけど、ね、エントリー310万円ですからね、実は、まあそれアウディジャパンの思惑通りだと思うんですけど、そのね、ベーシックモデルも初期受注ではね、なんか2割近く売ってるというような感じらしいです。だから、これからねまたこの A3 がまあ、今までも人気モデルでしたけど、さらにね注目を集めるモデルに、ね、アウディファンとかだけじゃなくて、それこそね本当コンパクト化欲しいという層広くにアピールするようなモデルとしてもう一回ねクローズアップされてくるのかなというか、改めて注目を集めることになるのかなと、乗っててねそんな気がしましたね。うん、なんかそうやって集まってきたというかね、おそうかこういう選択肢あるなと思った人がどっかで試したらね、なるほどと、これがプレミアムかみたいなことを、まあ、改めて、味わわせてくれる車にねしっかり仕上がってるぞというふうにも思います。